首位浮上のチャンスが巡ってきた一戦で手法が存在感を示した。巨人の岡本和が豪快に2打席連続本塁打で3打点。最高の結果になってよかった。1点差勝利へ導く盾役者となった。1点を先制された直後の2回、先頭で立った打席で集中力を発揮した。浮いた変化球を力強く引っ張って同点の6号ソロ。 4回には低めの直球をすくい上げ、左中間席に勝ち越しのツーランを叩き込んだ。風にも助けられてホームランになってくれた、と、ほっとした表情を浮かべた。4月中旬頃までの好調な打撃は徐々に影を潜め、直近3試合は無安打。7試合ぶりの本塁打には、迷惑をかけないように早く打ちたいと思っていた、という4番の責任感が込められていた。 連続アーチは相手に強烈な警戒心を抱かせ、第3、4打席は敬遠支球で勝負を避けられた。戻りつつある本塁打王の威圧感、投打ともに充実感を増すチームが、4連勝で阪神を抜いて単独